山口ホタル、吉田体を入れて倒された。日本ボールのフリーキックになります。よく体入れましたね。センターバックの吉田が体を入れた。はい、入れない、距離を取ります。壁は入れない、入れない、3枚もっとでしょ。試合が始まらないと選手入れないですね。はい、ここチャンスですね。いいボールが来た。内田篤人が膝のあたりか、膝、山田の膝が膝に上がりました。明日内田篤人、ですね。3度まあ、ただファン速攻が立て続けに裏取りましたからね。ランニングでもチャンスを作り、今2人のディフェンダーの間を抜いたんですけども、まるでウィンガーでしたね。ですね、まあ、ある意味この PK を演出したのはファン速攻と言えるかもしれません、はい、金子がボールを置きました。さあこのまま金子が PK を蹴るんでしょうか。シーズンはここまでまだ1点です。さあ先制のチャンス、大きなチャンスを迎えています。リーグの最下位初戦で愛され先制ゴールを決めた金子翔太、まあ、それ以来のさあゴールなるか。前半もすでにアディショナルタイムへと入っています。かなり長い間を取りました。そして長い助走から金子翔太決めます。首位川崎、そして2位ガンバの対決。田中碧、内側で上りだと、ベアトカ先制フロンターレ、こぼれた、オフサイドなし、ファールなし。三笘、狭いところドリブルで仕掛けていく、決定的なパス、足元、家長、3対0。ですから川崎の選手たちは、ああこれはオンサイド、三笘、中、家長、ラストパスが来ました。ハットトリック、旗手が出ます。オンサイド、シュートこぼれた、中村健吾触る、試合終了、堂々の5対0、2年ぶりの優勝決定です、フロンターレ。